タレと絡めてください。卵黄をポコッと乗せます。どうも僕だよということでですね、今回はですね、もう本当にもう3本目でね、サタデーナイトフィーバーです。私はいい感じになっちゃったら締めに向かっていこうかなと思いましてですね、思考シリーズ、思考シリーズはこんな状態でやるもんじゃないと思ってたんですけど、このね、思考シリーズ本当簡単です。思考のブラソバです。これね、本当に美味しいんですよ。ということで本当に美味しい油そばを作ってきてます。リュウジのバズレシピ、材料はこちらです。油そばですが、そば生麺がいいです。焼きそば麺とかねできないことないんですけども、本当に至高だったら生麺、これ 130g ぐらい一玉ですね。あとはねトッピングです。全部卵ね、これ卵黄だけ使います。刻み海苔、まあ適当に。味付けメンマ、これチャーシュー、これ自分で作ったやつでもいいんですけども、今日こういうの売ってたんでもう買ってきちゃいました。数枚ですね。あと刻みネギ、すごい重要なんですけども、味付けに素材力だし、これを使ってください。何がいいかって、かつお節をすげえ凝縮させてるだしの粉なんですよ。油そばってかつおの粉とか使うじゃないですか。この素材力だしだと味も香りもどっちもつくっていうすげえ商品なんですよ。余ったら味噌汁とかに使えばいいんで、これを買ってください。以上の食材で調味料あるんですけど、これ概要欄でチェックしてください。はい、じゃあ作っていきたいと思いますけど、要はね、至高の締めのレシピなわけですよ。で、至高の締めを食べるために何を一番気をつけなきゃいけないかっていうと、自分を締めの状態に持っていくことなんですよ。なぜかというと、普通に油そば食っても、もちろんうまいんですけども、僕が一番うまいと思うのはやっぱり、ね、締めの油そばなんですよね。最後に油そば食べたい。そんな時皆さんありますよね。ありませんか？いや、ありますね。ということでですね、そういうことに向かっていくために僕を締めの状態まで持っていきたい。すっごい体の芯から冷えた時に食べるあったかいうどんはうまいですよね。それと同じです。ベロベロに酔った後の油そばってうまいんですよ。なのでベロベロに酔っていきます。あー、じゃあやっていきたいと思います。まずね、用意する器、調味料入れていくんですよ。ヤマサハなんでね、ヤマサの醤油を使っていきます。大さじ1よりちょっと少ないぐらい、これぐらいですね。1杯よりちょっと少なめ、1杯やっちゃうとちょっと濃いめになっちゃうんで、お酢なんですけども、ちゃんと皆さん穀物酢使ってくださいね。優しいお酢とかだと味変わっちゃうので、全然お酢の味しないんですよね。あれね、お酢が大さじ半分。オイスターソースもね、醤油と同じ大さじ1弱なんで、大さじ1ないぐらい、これぐらいですね。はい、秘伝のね、だしです。これ香り嗅いでみてください。カツオの香りすっごいするんで、これが油そばに非常に合うんですね。この香りを嗅ぎながら飲んでいきます。大体これぐらいですね。こせん半分ここに入れます。これがポイント。あとごま油、大体ね小さじ2ぐらい。足りない方はもうちょっと入れてもいいんですけども、まずこれぐらいで試してほしい。よく溶かしておきます。これがこの油そばの最高のタレ。この香りだけ飲める。必ず沸騰させてください、お湯は。で、沸騰させたところにちょっとこう揉みながら、はい、パラパラっと落とします。必ず沸騰したお湯でやってくださいね。煮てる時もなるべく火はボコボコ言わす、表示通り茹でましょうか。2分半から3分。火の硬さはこのお水、もう硬いのが好きな方もいれば柔らかめが好きな人もいるので、僕はね、あんまり硬いとあんま好きじゃない人です。これを火止めて、これザルに移します。ちゃっちゃちゃっちゃ系で、ちゃっちゃちゃっと湯切りしたら、タレと絡めてください。全体的にね、水気よく切った麺に絡ましてください。小ネギを切ったやつ、長ネギを切ったやつでもいいです。バサッと この辺に。で、麺はね、お好みで、お好みでガッと入れちゃってください。チャーシューがあるとさ、おかさ増すでしょ。いいんじゃない、いいんじゃない。で、ここに卵黄をポコッと乗せます。ちょっと多かった。まあ、ここら辺かな。ということで、こちらで至高の油そば完成でございます。はい、それではやっていきました。食べたいと思います。食べてございます。一番のやついきたいと思います。卵を崩していいですか。具材を混ぜて、これですよ、これ。いただきます。おかしぐらいです。
タレのうまさが尋常じゃない。ラーメン好きで昔ものすごい食べられてたんですよ。どこの油そばよりもこの油そば一番美味しいです。豆が半端ないんだよね。一番下に来るのが出汁ですよ。鰹節の油そばなんだけど、もうつまみ後掛けのラー油も合ってますね。この油そばはマジで至高ですわ。味変カンフージェネレーション迷う。そしてブラックペッパー、もうこれでもう完全体です。いただきます。うまい。糖と油は美味しいのが約束されてるんで。そしてこのビールね、むしろねうますぎてしまんないですよこれね。あとね、何か入れるとしたらおろしニンニクだったりとか、これ生姜だったりとか、まあ豆板醤とか、プレーンなプラスバなんで、いろんなもの追加していただいて結構でございます。ということで皆さん、ぜひ試してみてください。もうね、最近僕NHK の E テレに教育テレビ出てるんですけど、もう多分その人、それで僕のことを知った人たちがこのチャンネル見たら多分降板させられるんで、クレームはこのチャンネルのコメント欄に全部書いてください。